今週もコンゴボンゴをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。ごまちゃんとの息もぴったりでございます。ななみん帰ってくるのかお前という感じで、今日ななみんの、自分のコーナーがあるんです、ある日でしたけれども、娘さんの卒業式ということでお休みでございます。まあね、まあね、うちの息子の卒業式は昨日中学卒業だったんですけど、昨日でした。なんで昨日は僕の仕事レッスン、ドラムのレッスンを全部お休みしたんで、人のことは何も言えません。まあそんなもんだよ、家族が一番大事でございますね。あなたもそうでしょ。でお届けしましたくんごぼんご。今日は、テーマが卒業、そして、ポンタさん、村上ポンタ秀一さんが亡くなられて、まああんまりこう今までその何だあの有名なアーティストが亡くなられたからそれで全部その人の曲みたいなことはしたことはないんだけど、今回はポンタさんね、一説によると1万曲以上のレコーディングに参加しているということで、まあ、その中から少ない数ではありますけれども、おっと思うような曲を選んでお送りしましたが、いかがだったでしょうか。どうしてもね、70年代後期80年代全般すごい元気だった頃のポンタ、まあずっと元気だなんだけどね、を多めにオンエアさせていただきました。いかがだったでしょうか。くんごぼんごで検索するとブログも出てきます。ブログにあれが書いてある今日のオンエアリストがありますので、くんごぼんご、検索してください。鈴木アンドくんごぼんごす、こちらも絶賛発売中でございますので、ぜひ歴史に残る名盤として皆様から使ってくれれば嬉しいなってひどいどいで読み切れなく、今日ね結構頑張って読んだんだけど、読み切れなかったメールは2通でございます。というかいつもの YouTube ネタ用でございます。ぜひとも、お聞きいただければと。いきます。ラジオネームダークネス月光、今日しょぼーんなネタが出てきません。僕の思い当たる卒業式の闇を頭の中の Google 検索しましたが出てきません。大学卒業するときは教授から石川県の名酒大吟醸菊姫を勧められベロベロになるまで飲み、春色の列車で自分が降りないといけない駅を越え終点まで寝てたことぐらいかな。駅降りて一人で祝い酒飲んでたし、いいじゃない、全然ダークではありません。ただ25年の月日が経ち、頭や体にボロが出てきています。これだと一番早い卒業は健康かも。皆様無理はなさらずに。しょぼーん。まあまあまあ、まあ、いいよ、いいと思います、いいと思います。そうね、ベロベロになって春色の列車、春色の汽車に乗って、うん、まあ それぐらいはね乗り過ごした、そんなのはねよくある話でございます。月光さんありがとうございます。さて、じゃあ見切りなかった最後のメールでございます。ラジオネームダークネス勇気、師匠こんばんは。電車の中から弟子でございます。まあそういうことです。納期が緊急事態宣言ですわ。現場からは以上です。で、本日のテーマは卒業。そろそろ人間卒業したいんですけどね。機械になれば疲れないし、体も痛めないし、ウイルスも関係ないし、いいことずくめだと思うんですが、どうでしょう。ついでに自分のコピーをあと 4,5 台作れば余計な関わりも排除できる、すっきりと。お前何言ってんの。まあ無理なんですけどね。それでは本日はこの辺で、闇に落ちるのだ。ドローン。お、今日冴えてんじゃん。人間卒業ね、機械になれば疲れないし、体も痛めないし、ウイルスも関係ないし、ついでに自分のコピーを 4,5 台作れば。まあね、でもこれってさ、機械になっちゃったらさ、酒飲めないぜ。油飲むと同じなのかな。
なんかちょっとつまんねえな、機械になりたかねえな。でも今日は面白かった。ダークな刺激ありがとうございます。その中で、いただいたメールたくさんね、やっこさんありがとうございます。ジモアンドヒュージーいつもありがとうね。日光さんありがとうございます。もうさ、年を取ってくるとね、指がカサカサするんだよ。うさくまさんありがとうございます。カンパチレーサーいつもありがとう。まー、あ、ちゃん久しぶりありがとうね。マサリズムさんありがとうございます。マナさんありがとうございます。ツイッター結構みんな回してくれたんで、これは嬉しいね。チャカチャカちゃんいつもありがとうございます。七尾さんありがとうございます。赤井さんありがとうね。奄美の黒うさぎありがとう。マサリズムさんありがとう。YUAKA ダークネスありがとうございます。しべちゃんありがとうね。待ってよ。あんなところか。いや、あんなことないね。あ、ファンファンさんだ。ファンファンライダーさんありがとうございます。ダビデさんありがとうございます。青いナイキの女さんありがとうございます。そんな感じかしらね。ツイッターあとはね、いいねいっぱいしてくれてんだね、嬉しいね。ハッシュタグくんご、ハッシュタグカタカナでくんご、こちらで検索していただければいいかなと思います。必要情報も、随時アップしておりますので、そちらもハッシュタグくんごでぜひ、ツイッター検索していただければなと思います。さてなわけで、来週なんですけれどもリクエスト特集です。あなたのおすすめの洋楽シティポップ AOR、 洋楽 AOR シティポップね、あなたのおすすめの、そしてみんなに聞かせたいみたいなやつお教えくださいね。ぜひともよろしくお願いいたします。くんごぼんご、また来週、さよなら。